まあ、ちゃんまだ始めないでね。あ、はい、BGM でまた、はい、ありがとうございます。チヨコメイトっていうバンドなんですけど、ちょっと8年ぶりぐらいにちょっとやらせていただいて、主催者の一番目の濡れ子供の椿さんの知り合いっていうか知り合いということで出させていただいたんですけども、椿さんとの出会いは10年ぐらい前に多分深夜番組かなんかのなんかそういう集まりで、タマルさんっていう人の、ね、家になんか集まってなんか丸っこい椅子座ったのがちょっと思い出なんですけど、それちょっと8年ぐらいちょっとブランクがあったんですけど、ちょっとやらせていただきます。で、曲が全部短い曲が好きで、短い曲ばっかなんですけど、集中して、よかったら聞いてみてください。で、で1曲目がちょっとマイナス思考の感じの、でもだってどうせ眠いって曲なんですけど、まあ、これはまあ1分以内の曲で、次の曲がやった曲がモノトーム・ドゥルームっていう曲で、まあ、チャンスをつかめっていうんで、
あのワンドリームワンショットワンラブワンモーメントっていう、まあ、瞬間瞬間にチャンスをつかめっていう曲です。で次の曲も短いんですけど、負のオーラ半端ないよねって曲と、土日っていう曲なんですけど、この負のオーラ半端ないよねって別にそのけなしてるわけじゃなくて、あの 負のオーラある人はちょっと、ね、可愛いとか気になっちゃうとかね、かわいそうとかそういう意味で、あのそういう曲です。はい、じゃあ聴いてみます。曲の中でのタイトルの長さの方が長いんじゃない。ほら半端ないよね。斜め45度、後ろ反対が斜め45度、全部見せてもらったけどやっぱり負のオーラ半端ないよね。ふふふ、負のオーラ半端ないよね。今度は下から上からつむじの辺から、あるいはひで見た気だけど、全部見せてもらったけどやっぱり負のオーラ半端ないよね。ふふ、負のオーラ半端ないよね。土日何してんのか聞くんじゃねえよ、話やめたい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 。土日何してんのか聞くんじゃねえよ、話そらしたい。土日何してんのか聞くんじゃねえよ、何もしてない。いい曲です。とろける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 、わふふふふわふふふふわふふふ、飲み込む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 、わふふふふわふふふふわふふふ、とろける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 、わふふふふわふふふふわふふふ、飲み込む。というわけで、あと4曲。
となってしまいました。ですね、私がちょっと、あと4曲で、なんだっけ、普段ちょっと東中野の突然なんですけど作曲塾っていうところでお世話になって、先生もいらっしゃってるんですけど、普段何を考えてるかっていうと、やっぱ曲のことをいつも考えてて、でなんかそういう、まあ、研究っていうか、まあ教えてもらってるんですけど、ちょっとまだちょっと研究が足りないんで、ちょっと頑張っていきますんで、またぜひなんかライブに誘ってくださいみたいな感じです。で次の曲が SM ドラム草原っていう曲なんですけど、まあ、仕事上で S とか M の人とかいるんですけど、まあ、そういう、まあ、会話っていう感じですね。いきます。移動距離が ちゃんと整理はついてると思うんですけど、ね、あと3曲となってしまいました。ね、次の曲もすごくマイナスっぽい曲なんですけど、お前が全部やれっていう曲なんですけど、またちょっとお化けっぽい感じ。私がやるんですかね。
曲となりました。で次の曲は、頑丈な夢を作るって曲なんですけど、まあ、どんな時でも、まあ、頑丈にそのやりたいことをやってくださいっていうちょっと真面目な歌なんで、よかったら聴いてください。今日は、ライブバー水族館の、店長さんありがとうございました。ちょっとあの久しぶり2回目に来た時にあのウサギがあの奥の方にピーザーがいて、あのちょっとすごくびっくりしたんですけども、あ、魚だけじゃなかったんだなっていう感じで、哺乳類がいるところは水漏れするようなんて仕方がなく哺乳類それ最後の曲になります。チョコメイトの、予定は、今後はありません。なんかチョコメイトって検索できるとあのホームページとか出てくるんで、まあ、なんか適当になんかツイッターとか、なんか やってみてください。 で次の曲はラストの曲で、あの有名な、パイレーツ、イギリスのパイレーツってバンドの、シェイキロールオーバーって曲なんですけど、そのカバーの男の子バンドと男の人バンドの、マディ・フランケンシュタインというあの歴史あるバンドなんですけど、そちらの方の、バージョンでお送りします。セイキンロールオーバーです。
とうございました。